レーティッシュ鉄道の食堂車では、スイスのレーティッシュ鉄道が所有、運用している食堂車について記述する。レーティッシュ鉄道では、開業時より、観光旅行客の輸送にも力を入れており、サロン車などによる列車も運行していたが、1920年代後半からは、さらなるサービスアップの一環として、食堂車を導入している。レーティッシュ鉄道の食堂車は、 氷河急行などの特別列車だけでなく、通常の定期列車に組み込まれたり、チャーター列車として運転され続けてきており、現在でも氷河急行及び季節に応じて、アルブラ線及び宿オールタラスプ方面の定期列車に、食堂車が組み込まれ、昼食だけでなく、朝食や夕食の時間帯にも運行されており、車種としても1920年代製の食堂車を、 はじめ、氷河急行用のパノラマ車編成用のものや、バータイプのビール等を、主に提供するものなど多岐にわたっている。WR3810 号車、手前のキッチン側のデッキが撤去された、現在の姿、ブリーク駅 WR3811 号車、手前が、キッチン側、ブリーク駅 WR3811 号車、手前が、レストラン側、 ブリーク駅 WR3811 号車、乗車心の反対サイド、ブリーク駅 WR3810 号車の、室内、2009年ドクター40から1 2系、ドクター4 3八1 0から3812、KWR3810 から3812、軽機関車の G2B461 から162、 軽食堂車2両を連結したベルニナ鉄道の列車、1928年機関車の G2WR3813i-3814 型食堂車を連結したフルカオーバーアルプ、鉄道線内の氷河急行、1983年 B461 から 162KX31K、ドクター43から 14WR3813 I-3814 型 WRS-3814 型 WR-3815 号車、赤塗装、氷河急行の運用で、クール駅に停車中 WR-3815 号車、青塗装、MGB 所有編成の WRP-3834 号車、氷河急行専用食堂車、j x 2 0 0 6 k では食事は、 シートサービスとなるクールのビール会社キャランダが運営する WRS3821 号車編成最後端に連結された WR3813 通号車ありがとうございます